おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかよ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、親さん。もう昔の話だから。おい、南雲、もっと言えよバカ野郎。ああ、いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ、兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど、ゆるくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋からなんか言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ。おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい、ゆうた、頭おるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ。